片岡直方片岡直方9月26日から1949年3月21日は、大象、昭和期の実業家、政治家、貴族院直選議員。東京府神田駿河台で、海軍主警官、片岡直樹の長男として生まれる。1893年、父の大阪府諸期間就任に伴い、大阪に移住。 大阪府第一中学校、第七高等学校増資官を卒業。東京帝国大学法科大学に入学したが、京都帝国大学法科大学に転じ1910年7月、同大学を卒業した。卒業後、父が役員を務めていた、半海電気軌道に入社し、一社員として、現場での働きを経験して、諸務課長に昇進。3年ほど務め、 今後の経営者としての働きのため金融の経験が不可欠と考え、大見銀行に転じた。仮屋といから始めて営業部長代理まで昇進した。1917年7月31日、大阪ガスに転じ副社長に就任。1925年2月、大阪ガスの全株式34万株のうち約18万株を保有していたブレディ財団が突如。 すべての株式を売却することを決定し、数日のうちに700万円の支払いがなければ、株式を大阪ガス以外に売却すると通告してきた。そのため片岡を中心に、前後策を検討し、大阪ガスの監査役、野村元五郎を通じて、野村合名会社に資金援助を求めて、承諾を取り付け、緊急を要する資金の支払いについては、 横浜賞金銀行大阪支店長、スイーツや基地の独断による全面的な協力により同行のニューヨーク支店、保有の資金を借り受けて株式の確保に成功した。1925年7月、大阪ガス専務取締役会長に就任。その他、堺ガス社長、大阪電気機,機動取締役、阪神電気鉄道取締役、三宮急行電鉄取締役、 関西急行電鉄取締役、帝国航空相談役、帝国ガス協会会長、大阪商工会議所顧問、近畿日本鉄道相談役、日本工業銀行参与理事、ガス事業委員会委員、甲子園国際提供クラブ会長などを務めた。1946年5月18日に、貴族院直選議員に任じられ、研究会に所属して活動し、 1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。その他、中央経済再建整備委員会委員、国土計画審議会臨時委員を務めた。また、養魚研究家としても知られていた。偶然の機会から、アユの人工養殖を志して、研究を進め、さらにその他の淡水魚へ研究を広げ、養魚との応援が不可分の関係があることが分かり、 阪急宝塚本線中山駅近くに中山農園を経営した。1949年3月、兵庫県川辺郡長尾村の自宅で病のため死去した。ありがとうございます。